E-75 は第二次世界大戦中ドイツで計画された重戦車。E-100、E-50、E-25、E-10、e、の一元の戦車と同じく戦車の各種構成品を共通化して生産性を高め、また重量ごとに戦車の標準化を行おうという E 計画の一環として計画された。本戦車の目的としては 重戦車であるティーガー2を代替するものになるはずであった。本車両においてはサスペンションのみが実際に完成し、テストされている。なお、E-100 を除く一連の E シリーズは、車体すら完成していない。ティーガー2に搭載されているエンジンを改良した、h l 2 3 4ト型12、気筒液冷ガソリンエンジンを搭載する予定であった。予定速度は、 時速 40km とほとんど差はない。法は同じく t ィーガー2のものを改良したものが搭載される予定であった。主砲には 88mm 戦車砲 KWK44 を装備、t ィーガー2以上の攻撃力を付与することになっていた。車体は t ィーガー2に酷似した形になる予定で、正面層甲板の傾斜角を増し対弾性を高める設計になっている。 また、離帯、冷却装置、エンジンユニット等の多くの部品が E-50 と共通になっており、生産性を高めることに一役買っていた。そのため、本車両と E-50 の外見は酷似したものになった。可能性が高い。ありがとうございます。